エグゼクティブチャンネル、皆さんこんにちは、吉田祐介です。こんにちは、近藤絵里奈です。今日から海外販売をしようブログの人気記事のテーマからコメントしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。それでは今日のトピックです。キュレーションとは、今知っておきたい旬のキーワードを優しく解説。吉田さん、キュレーションとは何ですか？ね、まあ、ブログにも書いてたんだけども、まあ、キュレーションって新しい言葉、なんだよね。だけど、うん、これからそのまとめっていうのが大事になってくる時代だと思うんだよね。ほら、情報ってすごい溢れてるじゃん、はい、だから何をねこう探していいのかっていうのが分からないっていうか、何が正しいのかが分かんないっていう時代になってくるから、うん、情報っていうのはすごくね見つけやすくなったなって思うわけ、はいはい、昔だって eBay の、 出品とか出品の方法とか、うん、どうやったらペイパルでお金受け取るのかとかって書いてなかったもんね。あ、全部自分で情報を英語翻訳したりとか、うん、して出品したりとかってやってたんだけど、うん、今はそれらしい情報いっぱいあるじゃん、はい、そうです ね、だけど本当にその正しいこと言ってるのかって、うん、適当にやればいいよって書いてまとめてるところもあるし、だからそういうのを、まあ、ちゃんとした人がちゃんとまとめてるのかっていうのをこう拾っていくのが、まあ、僕なり そのキュレーションの考え方なんで、ね、だからよくあるその、まあ、Facebook とか Twitter とかで、はいはい、やってます。やってる、はい、だけどやっててもさ、例えば、海外販売とか輸出とかって詳しい人とそのつながってるタイプの人と、うん、そうじゃない人っているよね。相互フォロー 100% とか、はい、なんかそういうそのフォローをもう適当に雑多にやってると、うん、その情報がね、ああいうのってほら Facebook とか Twitter とかってタイムラインでダーって流れてくるじゃん。だから何、はい、ごちゃごちゃになっちゃうんだよね、うん、だからその本当に質の高い情報を持っている人とつながるっていう、そういうのが大事になってくるんじゃないかな。ほら、検索をさ、こうするんじゃなくって、うん、こうタイムラインで情報が流れてくる時代になってきたから、うん、そうですね、うん、Facebook 見てタイムラインを見れば自分の欲しい情報が得られる。そう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 、それイコール人間関係みたいなね、うん、だからそれイコール自分の欲しい情報みたいな、そういう時代になってきてる。だからそうですね、うん、だからその友達関係のキュレーションが、うん、まあ、人を表すような感じになってきてるんじゃないかなって、うん、ね、いろんな捉え方はあると思うけどね、うん、という、意味で、そうね、でキュレーションっていうのが、まあ、大事な時代だと。はい、よくわかりました。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。メルマガ登録はこちら。 YouTube チャンネルもよろしくね。